ただいまの鐘の音は、創立者清水康造育子先生ご夫妻が中国から引き上げてこられ、この地に桜美林学園を設立された当時の旧校舎の鐘楼にですね、設置されていた平和の鐘と呼ばれる鐘です。毎朝定時にキャンパスに鳴り響き、その鐘の音は復活の丘から淵野辺の駅の方まで聞こえたそうです。普段は展示資料室に保管されて、この音色も聞いたことがない方がほとんどだと思いますが、この特別な日に皆様と一緒に70年前の鐘の音とともに、ただいまから桜美林学園創立100周年記念礼拝並びに理事長就任式を始めさせていただきます。では初めに前奏です。本学オルガニスト芸術文化学群音楽専修長の植木則夫先生により、ザイフェルト作曲褒めたたえよ力強き主をお聴きください。
招きの言葉、桜美林学園2021年の年間聖句です。未来に備えて堅固な基礎を築くように。テモテへの手紙1:6-19。では、しおりにございます賛美歌412番を歌います。マスクを着用のまま一節前奏の後に小声でお歌いいただけたらと思います。ではご起立をお願いいたします。皆様ご着席ください。聖書朗読を中学高等学校の堂本陽子チャプレンにお願いします。式次第右のページをご覧ください。
共に聖書の御言葉に耳を傾きましょう。どうぞ次第の方をご覧になっていただきながら、お耳の方を傾けてください。新約聖書、ローマの信徒への手紙、12章、1節から8節をお読みいたします。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進みます。自分の体を神に喜ばれる、聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ、神が各自に分けて与えてくださった信仰の度合いに応じて、慎み深く評価すべき。というのは、私たちの一つの体は、多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて、一つの体を形作すよ。各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば、信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば、奉仕に専念しなさい。また、教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は心よく行いなさい。ここまでです。続いて、リベラルアーツ学群教授、キリスト教教育センター長の島田紀之チャプレンにより祈りを捧げていただきます。それではお祈りいたします。恵みに深く私たちの主なる神様、あなたが今からちょうど100年前石ころの中から清水や塩を起こし、当時悲惨な状況にあった北京のスラム街に通天学園を創立させ、貧しく将来への希望を持てない子どもたちのために使えたことを覚えるために、私たちがここに集められたことを心より感謝いたします。この時から数えて、私どもの学園は日本においてこれほどまでに大きな統合学園にまで発展することができたことは、すべてあなたの恵みによるものです。それにもかかわらず、私どもは何一つあなたのこの恵みに応えることができていない小さなものに過ぎませんが、どうかこの創立100周年の年齢会を契機に、あなたへの感謝を増し覚え、この学園の教育を深めることによって、少しでもあなたに応えるものとならしめてください。またこの100年の間に、この学園に自らを犠牲にして奉仕し、守り育ててくださった、数えきれないほどの私どもの選択を、あなたがどうか顧みて、あなたの身元において祝福してください。この100年の間、多くの困難と危機があったにもかかわらず、
あなたの導きを信じ、希望を持ち続け、貧血を注いで解決しておられた、その苦しみと痛みを、あなたが受け取ってくださり、どうか特に、これらの人々を介入し、祝福してくださるようにお願いいたします。愛なる神様、あなたはこの度、敬愛する小池和夫先生を選んで、この学園の理事長となり、その務めに立ってくださることも、私たちは心より感謝いたします。どうか、聖霊を満たす小池先生をこの学園において、あなたの栄光のために使えるものとならせてください。あなたの恵みの中で、小池先生の言葉と行いとが、あなたの御心にかなうものであることが、いつもできるようにさせてください。そして、この学園に召されて、私ども一同が大きな喜びと感謝を持って、小池先生を私どもの学園の理事長として迎え、信頼と敬愛と思って、その指導に従い、共にこの学園のために、学生、生徒、園児の一人一人に伝えることができるように、導いてください。このようにしてあなたの霊がこの学園に満ち溢れ、この学園が世の光としてあなたの愛を明かしする学園であり続けることができるようにさせてください。この祈り、私たちの主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。オビリン学園は主の御旨と信じて小池和夫先生を理事長に招聘し、過日理事会において承認されました。私たちは本日、神の御前において、また皆様の前で就任式を執り行い、共に祝福を祈りたいと存じます。では、これより小池和夫先生が、オービリン学園理事長に就任されるにあたって、誓約をしていただきます。小池先生、前へお越しください。では小池先生にお尋ねをいたします。あなたは今年度よりオービリン学園の理事長の務めに任じられました。あなたはこの尊い職に招聘されたことを神の御旨であると信じ、学園のためにその身をこの職に捧げる決意がありますか。あなたはこの学園の建学の精神を尊び、寄付行為、その他諸規定を誠実に守り、学園の一致、平和、発展のために、理事長の務めを忠実に果たすことを約束しますか。神と関係者一同の御前で、謹んで、お約束いたします。ただいま新理事長に
制約をしていただきました。では感謝を込めてご一緒に祝福を祈りましょう。天にいます聖なる神、私たちは今ここに敬愛する小池和夫先生を主が選び分かち、この学園の理事長となし、その務めに就かせてくださることを感謝いたします。どうか大いなる恵みの御手を述べて、新理事長の上に祝福を賜りますように。また私たちの学園をも顧み祝して、豊かな恵みをお与えください。教職員、関係者一同、信頼と敬愛とをもって理事長を支え、共に学園の一致、平和、発展のために励むことができますよう。イエス・キリストの御名によって願います。アーメン。ではこれより小池和夫新理事長より式辞をいただきます。本来でしたらマスクをつけたままご挨拶をと思いますけれども、距離が空いておりますのでお許しいただきたいと思います。皆様、本日は、ご対応の中、週末にもかかわらず、オビリン学園創立100周年記念礼拝並びに、理事長就任式にご参列いただきまして、厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。このような、式を開いていただきましたが、企画と、ご準備に当たられた関係者の皆様方にも心より御礼申し上げます。本学の創立者清水康三先生が1921年5月に中国北京市に崇禎学園、現在中国では陳慶林中学として見事に発展しておりますが、その学校を創立した時から数えまして、本年は100年目に当たります。本来でしたら、本日この時点におきまして創立100周年の記念式典を開催し、卒業生、在校生、教職員の方々、かつて学園の発展にご尽力くださった人々、つまりオールオビリンで集まって100周年を祝うべきところでございますが、あいにく新型コロナウイルスの感染症が猛威を振るっている最中にありまして、その式典はやむなく来年に延期することになりました。来年は皆様と共に本学園の100歳をお祝いいたしたいと、このように考えております。4月1日にオビリン学園理事長に就任いたしました。ただいま土橋釈伝のお導きのもとに、神様と本学園の皆様の前でオビリン学園理事長就任の誓約を行いました。長年にわたって共に歩んでまいりました佐藤豊志元理事長、そして大越隆前理事長の後任としてこの職に就くことになりましたが、大変光栄に思っております。本日皆様にこのようなご挨拶をする立場に立とうとは夢にも思っておりませんでした。神様や安蔵先生から本学の卒業生として、そして教員として、君はこれまで48年間本学に席を置いてはいたものの、その間それほど貢献してこなかった、その埋め合わせに最後の奉公をしなさい、このように告げられたような気がいたしまして、
身の程をわきまえずお引き受けした次第でございます。おびりのことを、心底心配し、心から愛着を持っていることにつきましては、佐藤先生、大越先生に決して引きを取らないと、自負しております。学生、生徒、園児、教員、職員の皆さんとともにオールオビリンで力を合わせて、個々の力を結集させ、一層素晴らしい学園に発展させるという夢を一緒に皆さんと見ようではありませんか。教員生活48年間、学生時代を含めますと52年間をオビリンで過ごしました。71年間の私の人生の 73% にあたる年月をオービリンと共に歩んでまいりました。昨年3月に定年退職しましたが、コロナ禍のために退職時に公式行事がすべて中止となりました。そのため多くの方々にお別れと感謝の気持ちをお伝えする機会もなく、ひっそりと桜の園を去りました。心の中に、ピリオドを打つことができずに、カンマのまま、つまり尻切れトンボの状態で、1年間を過ごすことになりました。しかし、今年3月31日に、大越前理事長のお計らいによりまして、退職教員を送る会を開いていただきました。ようやく心にピリオドを打つことができました。しかし翌4月1日から理事長という重責を担うことになりまして、私の人生において再び新たな段落が始まり、大文字で始まる新しい文章に身を置くことになりました。私は英語学を専門にしてまいりましたので、例え話として文章の構造についてちょっとも触れさせていただきました。オービリン大学では学生として4年間、その後の48年間には教育者として、研究者として、大学の運営に携わる者として、英語英米文学課長、大学院部長、文学部長、および副学長として6年間、このような経験をさせていただきました。相田光雄先生、日本の詩人であり、書家は、その書の書にですね、一生勉強、一生青春というものがございます。まさにオービリンでさまざまなことを勉強させていただきました。これからも勉強と青春を続けてまいりたいと思っております。そしてこの度、学園経営者としての理事長を拝命いたしました。少し昔話をさせていただこうと思いますが、私が1968年に文学部英語英米文学科の第3期生としてオビリン大学とご縁を結んでいただきました。その時の入学式で安蔵先生が祝辞としてですね、大きく2つのお話をしてくださいました。1つ目は死の影を大いに踏みなさいと、こういうお話でした。これはご存知の通り、三尺下がって死の影を踏まずという言葉がありますけれども、安蔵先生はそれを形として私たちにそうではないんだということを伝えてくれました。安蔵先生は、皆さんは先生の影を踏むくらいに親しく先生方に接し、たくさんのことを先生方から学びなさいよ、いいですね。オービリンの先生たちは喜んで皆さんを相手にしてくれますよ、そういう先生ばっかりをオービリンでは揃えているんですと、こういうお話されました。つまり、単に教室の中だけで学ぶのではなく、先生方の研究室などを、訪ねて、身近に接することによって多くのことを勉強しなさい。そうすると先生方もいろいろな経験談と話してくださいますよと、このような安蔵先生のお話であったというふうに私は理解しておりまして、それが
オービリンの教育の原点であるというふうに私なりに今でも理解しております。2つ目としまして、たくさん本を買いなさいとこういうお話をしていました。まあ、今現在学生たちが、本をあまり買わない読まないといういろいろな機器が発達したからだと思いますけれども、やはり本を読まないというのは文化の荒廃につながるというふうに私は思っております。で、安藤先生はあなた方はたくさん本を買うようにしなさいと、特に女性は結婚して嫁入り道具を持って行く代わりに、日本の家は狭いものですから買った本をたくさん持って行きなさい、そうすればオービリンの卒業生はさすがに教養があると見直されますよと、このように今先生はおっしゃいました。つまり、たくさんの本を買うようにと、まあ、先生がおっしゃったわけですけれども、まあ、本腰を入れて、大学においてあるいはその時は短大生も一緒の入学式でしたので、短大において、その本をたくさん買うということはやはりしっかり勉強しなさいと、で勉強をするようになると本が必要になりますよというこういうことを、まあ、おっしゃったというふうに私はその時は理解しておりました。ところが、実際、本学に勤めるようになった時にある時ですね、本学は大学を設置する時に実は図書館にある一定の、蔵書がないと、文科省の認可が下りないということで、いろいろ 本集めにですね、苦労されたという思いがあったというふうに伺います。安藤先生はやはり本を集めることに苦労したということをやはり、頭の隅に忘れずにあったために本を買いなさいとこういうふうに、まあ、おっしゃったんじゃないかと思ってます。で、私はその2つのことを忠実に守りました。したがって、まあ、今日の私が、こうして、諸先生方の前で、まあ、お話しさせていただくようなことになったのも、まあ、安藤先生の入学式の祝辞を、まあ、私なりに守ったということで、安藤先生喜んでくださっているんじゃないのかなというふうに、まあ、理解しております。私が学び始めた頃のオビリン大学は文学部と経済学部の2学部を要しておりました。ちょうど私が入学した年に経済学部が初めての新入生を入れたこの時でございました。当時は忠男のオビリンからようやく町田のオビリンへと脱皮するそのような段階だったと思っております。その後大学が徐々に大きくなってまいりまして、国際学部が加わった頃から東京のオビリンとしての評価を得るようになったと思っております。しかし私たちは忘れてはならないのは、本学の歴史を勘案するときに世界のオビリンに、を目指す前に中国との関係をやはり忘れてはならないと、このように思っております。町田のオビリンから東京のオビリンへ、で東京のオビリンから日本のオビリンへ、そして日本のオビリンから中国を含むアジアのオビリンへ、そして世界のオビリンへと、まあ、位置づけられるような学園の発達、これを安藤先生も望んでいると同時に、今までオビリンに携わってきた皆さんはそのように考えておられるというふうに私は理解しております。題につれて賞に目配りが求められるという言葉がありますが、学園の規模が大きくなるにつれて大まかな荒削りな教育内容にならないように、やはり十分に考慮して、より細かな点にも十分に注意を払うようにするという、そのような教育を目指すべきであるというふうに考えております。また一を軽んずる者、十を重んじること危うしという言葉もありますけれども、教職員が互いに力を合わせ一丸となって学生、生徒、園児一人一人を大切に教え育てる学園であり続けたいと強く願っております。創立100年を誇る名門校でありたい、永遠に卒業生に誇れるような母校にしたい、
そのように強く望んでおります。オビリン学園はそこで学ぶ者、そこで働く者が他の人のことを第一に考え、相手の立場を尊重し合うような優しい、そして思いやりあふれる組織であってほしいと強く願っております。少子化が一段と進む中で、学校を取り巻くさまざまな環境が非常に厳しさを増してきております。そのような環境下におきまして、勝ち組として残る、生き残る、そのためにはやはり教育面で十分説得力があるような可視的な成果を上げること、そしてそれが顧客満足度を高めること、それ以外に得策はないものと思います。現在の教育組織、教育研究内容、運営の在り方を定期的にかつ客観的に見直しを行って、不十分な点、不備な点、これらを洗い出し、それらの修正や改善に努めるという、この作業を続ける一方で、どのような学生や生徒を養成し、世に送り出すかという出口、つまり卒業時の在り方を明確にする必要があると思っております。その上で教育組織の点検を欠かさずに実施する。大学にあってはこれまでに増して質の高い汎用性に富む学生を輩出できるように努め、就職に強い学生を育て上げる、このことが必要であるというふうに強く感じております。そのためには入り口、入試に相当しますけれども、入り口、そして出口、これは就職、つまりキャリア開発センターがそれに見合っておりますけれども、その2つを結ぶための要となる教育組織、学群等との関係でのより一層の連携強化ということをやはり図ることが今後強く望まれると思っております。特に就職に強い大学である、このことが学生確保のための、つまり集客力を上げるための重要な要因になると考えております。聖書のローマ信徒への手紙第12章の御言葉を心に深く刻んで、今後オビリン学園の長期ビジョン、中期計画を実質的なものとするために微力ではありますけれども、最大限努力をし任務を果たしてまいりたいと考えております。そして皆様とご一緒に本学園の30年後、50年後、そして100年後に思いを馳せながら、その礎を現段階で築いてまいりたいと思っております。どうかそのためのお力添えをお願いしたいと思っております。最後になりますけれども、この私の話の後にご祝辞をご快諾くださいました津松薫名誉教授に心から厚く御礼申し上げます。感謝しております。それでは皆様、長時間にわたりましてご清聴ありがとうございました。どうかよろしくご協力のほどお願いいたします。では次に本日、ご来賓としてお越しいただきました、本学名誉教授、呉松薫先生より、お祝辞を賜りたいと存じます。呉松先生、よろしくお願いいたします。僭越ながら一言ご祝辞を述べさせていただきます。オビリン学園創立100周年おめでとうございます。小池和夫理事長のご就任おめでとうございます。
学園にとって二重の大きな喜びを迎えられましたこと、心よりお祝い申し上げ、この喜びを分かち合うひとときを過ごしたいと存じます。しかしながら、ここにお集まりの方々の多くは、今、もろ手を挙げて創立100周年の慶賀を受け止めておられるでしょうか。2年前には全く予測していなかった新型コロナウイルスに、この1年半近く学園の教育は翻弄され、不安の渦中にあります。また、昨年秋、学園は佐藤東洋市理事長の突然の死に遭遇いたしました。今日のこの100周年記念礼拝は、佐藤先生と共に祝えるものと誰もが信じていたと思います。本日は小池新理事長をはじめ、学園のすべての関係者は深い悲しみを抱えておられると思います。けれども、学園が100年という時空を超えて存続してきたことを神様に感謝したいと存じます。加えて本日のこの集いが学園のこれからに向けての祈りを合わせるときという一面もあるように思うのです。そのようなこもごもの思いの中で学園のルーツ、創立者たちがどのような思いで学園の教育を切り開いてきたのかを振り返ってみたいと思います。周知のことと存じますが、清水康蔵先生は中国伝道を志した同期の一つとして、同志社の学生時代、東照大寺を訪れ、この寺を開いた鑑真和尚が幾多の苦難に遭いつつも渡来して、日本に仏教を布教したことに感動し、それに対する恩返しとして、中国への伝道を決意したことを挙げています。そして安蔵先生は、1917年、大正6年、伝道師として組合協会から中国に派遣されました。26歳の時です。安蔵先生は、信用の協会に赴任したのですが、中国語がままならず、積極的に中国人のために何かをしたいという希望をすぐには実現できませんでした。そこでまず語学をと考えて、2年後の1919年、北京の大日本道学会に席を置いて学び始めたのです。安蔵先生と結婚し、すでに信用で伝道活動を共にしていた連れ合いの清水美穂先生が、その当時の心境を母校の同志社女子専門学校の同窓会誌に書いています。それを読んでみますと、私たちの仕事を思えば思うほど、前途後円で日暮れて道遠き感がいたします。1000年の昔、我が国に仏教と儒教をもたらした信濃の高僧や学者のように、何者かを信濃に与えたい。人道主義と民主主義とのために、名利を超越して戦う偉大なる人物はいずれの国にも必要と思いますが、特に中華民国には必要のように存じますというのです。ここには人道主義と民主主義のために果敢に戦う人材の育成を通じて中国に恩返しをしたいという美穂先生の意思が示されています。ところで安藤先生が北京で勉学に励んでいた頃、中国東北部は2年続きの大飢饉に見舞われ、各国はその救済に乗り出しました。日本でも渋沢栄一が会長を務める日華実業協会が中心となり、義援金を募り、医療施設などを設置して救済活動が進められました。安藤先生は渋沢栄一に手紙を送り、被害に遭った児童を保護する再度収容所の建設を提案しました。徴用門外の太平蔵に定員500名収容の設備が整えられ、延べ 32,537 人が収容されました。開設の時期は1921年の3月から6月まででしたが、安藤先生はその所長として児童の世話や教育に当たったのです。
オービリン学園の前身である崇禎女学校は、今から100年前の1921年5月28日、その太平蔵で産声を上げたのです。開校式は、今日のようにどんよりとしたこの天候の日であったのでしょうか。安蔵先生は、その日の天候について何も記していませんが、入学式に集まった生徒は24名とも26名とも記しています。いずれの数が正確かはともかくとして、30名足らずの女子生徒たちから出発したのです。当時の中国の門網率は 80% と言われています。ましてや、貧民街の女子が学校教育に預かれることは稀で、門網と貧困の悪循環が続いていました。そこで崇禎学園では、半日は知的学習、半日は手作業の教育を取り入れることによって、女子に自立の訓練を促す公独学校として活動が行われました。崇禎学園が創立された当時は、排日運動が盛んな頃でした。その後、ご存知のように、日本は満州から中国内陸部へと侵略の一途をたどり、いわば戦火の中での教育活動を展開していたわけです。日中戦争勃発後の安蔵先生の文章に次のような一節があります。日本の攻撃によって中国の町々はことごとく海人に帰した。合作、協力をいくら日本国民が希望しても渡ることができないギャップが両国民の間に介在している。私の一生の念願は十字架の血潮にある。たった一人でもいい、全身全霊全力でこの国の人々のために自己を捧げ、汗も涙も地に打ち込んでかかるものがそこここに現れなければ、この両国民は手を握るに至らないかもしれぬというのです。キリストの十字架の贖いに倣い、徹底した他者への奉仕によって中国人と手をつなぐことができるかもしれない。それが自分の一生の願いであると言っているのです。そして日本の敗戦となり、公社財産のすべてを接収され、帰国を余儀なくされるまで、創立者たちは中国の人々への奉仕という姿勢を崩さなかったのです。時間が迫ってきましたので、男女共学により男女共調の社会形成を主張していた清水一子先生については、安蔵先生が一子先生の葬儀で語った言葉を用いてご紹介します。安蔵先生は、一子は人生において二度自分を捨て十字架を背負った。一度は婦人問題運動家として広く知られていた名声をかなぐり捨てて、貧しい北京の牧師のもとに嫁ぎ、学校経営に参画してくれたことだ。もう一度は戦後教育改革を進めていた GHQ の教育局から教育顧問として招聘を受けたとき、それを受けずに共に学園の建設に身を投じてくれたことであると述べています。創立者たちが自らを捧げ追い求めた教育理念は、キリスト教主義に基づく国際的精神という学園の寄付行為に謳われています。しかし、キリスト教主義とか国際的という文言は、多くの学校の教育理念にも見られ、特別なものではありません。けれども、キリストの思いを持って他者に奉仕することによって、平和な社会の建設を目指した創立者たちの生き様教育実践は、オービリン学園の個別具体的なインターナショナルキャラクターではないでしょうか。オービリン学園固有の特質ではないでしょうか。今、私たちを取り巻く世界を見回してみると、銃弾の音鳴りやまずという現実がそこここに存在し、分断と対立の事例にこと欠きません。100年前、北京の徴用門外に崇禎学園が創立された時代と
どれほどの社会状況の違いがあるのでしょうか。今日ほど清水康造、美穂、育子を必要としている時代はないと言っても過言ではないでしょう。美穂先生は1933年に文字通り徴用門外の墳墓となり、一子先生は1964年に、康造先生は1988年に天に召されましたが、桜美林学園固有の価値を継承して、第二の康造美穂育子を世に送り出す100周年後の学園の歩みが進められることを願ってやみません。簡単ではありますが、これをもって祝辞とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。クレマス先生、ありがとうございました。ここで本日特別に一昨日完成したばかりの100周年記念の動画をご披露させていただきます。2分ほどの短い作品ですが、皆様にご覧をいただきたいと思います。中国北京に通天学園の創設から100年、貧しい子孫こそ教育をという創立者清水康造の思いから始まった学園は、ジャン・フレデリック・オービリン教育思想に出会い、後にオービリン学園となり、今日まで歴史を紡いできました。キリスト教精神に基づく国際人の育成を建学の理念とし、学術自人というモットーを掲げて、新たな価値を創造できるグローバルな人材を育てている。北京の地にまかれた一粒の種が、100年の歳月を経て、1万2千人もの学生、生徒、園児が学ぶ学園へと成長したのです。次の100年に向け新たな一歩を制作に当たられました事業開発部並びに総合企画部広報課の皆様、素晴らしい動画のご披露ありがとうございました。では続きまして祝賀演奏をお聞きいただきます。ホルン本学芸術文化学群教授 松岡邦忠先生、オルガン同じく植木則夫先生によりますバッハ作曲カンタータ156番よりアリオーソをお聴きください。ではお願いいたします。Thank you.
松岡先生、植木先生、ありがとうございました。では最後に、ご起立をいただきまして、章詠27番を唱和し、引き続き祝祷をもって本日の式を閉じてまいりたいと存じます。では皆様ご起立ください。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の助けが、小池和夫理事長の上に、また100周年を迎えた桜美林学園の歩みの上に、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞおかけください。では構想です。バイマン作曲祝祭曲未調調をお聴きください。以上をもちまして、桜美林学園創立100周年記念礼拝、並びに
理事長就任式を終了いたします。